このチャンネルは JLPT N5 を勉強しているあなたのためのチャンネルです。この女の子と一緒に最後まで聞いてくださいね。マイケルさん、おはようございます。エレベーターが来ませんね。マイケルさん、おはようございます。エレベーターが来ませんね。マイケルさん、おはようございます。エレベーターが来ませんね。 Good morning, Michael. The elevator is not coming. マイケルさん、おはようございます。エレベーターが来ませんね。おはようございます、石川さん。階段で行きましょうか。おはようございます、石川さん。階段で行きましょうか。おはようございます、石川さん。階段で行きましょうか。 Good morning, 石川さん。 Shall we take the stairs? おはようございます、石川さん。階段で行きましょうか。私はエレベーターを待ちます。先に行ってください。私はエレベーターを待ちます。先に行ってください。私はエレベーターを待ちます。先に行ってください。 I'll wait for the elevator. Please go ahead. 私はエレベーターを待ちます。先に行ってください。そうですか。あ、エレベーターが来ましたね。乗りましょう。そうですか。あ、エレベーターが来ましたね。乗りましょう。そうですか。あ、エレベーターが来ましたね。乗りましょう。Okay.Oh, the elevator is coming. Let's get in. そうですか。あ、エレベーターが来ましたね。乗りましょう。今日は寒いですね。もう手が冷たくて。今日は寒いですね。もう手が冷たくて。今日は寒いですね。もう手が冷たくて。It's cold today. My hands getting too cold. 今日は寒いですね。もう手が冷たくて。マイケルさんはその上着で寒くないですか？マイケルさんはその上着で寒くないですか？マイケルさんはその上着で寒くないですか？マイケル、aren't you cold in that jacket? マイケルさんはその上着で寒くないですか？全然寒くないですよ。コートはまだいらないです。全然寒くないですよ。コートはまだいらないです。全然寒くないですよ。コートはまだいらないです。It's not cold at all.
I don't need a coat yet. 全然寒くないですよ。コートはまだいらないです。すごいですね。私は一番厚いコートを着ています。すごいですね。私は一番厚いコートを着ています。すごいですね。私は一番厚いコートを着ています。It's amazing. I'm wearing my thickest coat. すごいですね。私は一番厚いコートを着ています。マイケルさんのお子さんは今何歳ですか？マイケルさんのお子さんは今何歳ですか？マイケルさんのお子さんは今何歳ですか？マイケル、How old is your child now? マイケルさんのお子さんは今何歳ですか？トビオは先月3歳になりました。トビオは先月3歳になりました。トビオは先月3歳になりました。トビオ turned 3 last month. トビオは先月3歳になりました。トビオくんって言うんですね。日本の名前ですか？トビオくんって言うんですね。日本の名前ですか？トビオくんって言うんですね。日本の名前ですか？トビオ is his name. Is it Japanese name?トビオくんって言うんですね。日本の名前ですか？そうです。僕の大好きなアニメに出てくる名前なんです。そうです。僕の大好きなアニメに出てくる名前なんです。そうです。僕の大好きなアニメに出てくる名前なんです。Yes, it's a name from an anime that I love. そうです。僕の大好きなアニメに出てくる名前なんです。私そのアニメ知ってますよ。いい名前ですね。私そのアニメ知っていますよ。いい名前ですね。私そのアニメ知っていますよ。いい名前ですね。Oh, I know that anime. It's a good name. 私そのアニメ知っていますよ。いい名前ですね。もうすぐクリスマスですけど、プレゼントは買いましたか？もうすぐクリスマスですけど、プレゼントは買いましたか？もうすぐクリスマスですけど、プレゼントは買いましたか？Christmas is coming soon. Have you bought gifts? もうすぐクリスマスですけど、プレゼントは買いましたか？まだ買っていません。週末にデパートへ買いに行きます。まだ買っていません。
週末にデパートへ買いに行きます。まだ買っていません。週末にデパートへ買いに行きます。I haven't yet. I'll go to the department store this weekend to buy them. まだ買っていません。週末にデパートへ買いに行きます。12月のデパートは人が多くて大変だと思いますよ。12月のデパートは人が多くて大変だと思いますよ。12月のデパートは人が多くて大変だと思いますよ。I think you'll have a hard time at the department stores in December because of the crowds. 12月のデパートは人が多くて大変だと思いますよ。石川さんは何歳までサンタクロースがいると思っていましたか？石川さんは何歳までサンタクロースがいると思っていましたか？石川さんは何歳までサンタクロースがいると思っていましたか？How old were you when you thought Santa Claus existed? 石川さんは何歳までサンタクロースがいると思っていましたか？サンタさんですか？そうですね。10歳までだったかな。サンタさんですか？そうですね。10歳までだったかな。サンタさんですか？そうですね。10歳までだったかな。Santa Claus? Well, I think I was 10 years old. サンタさんですか？そうですね。10歳までだったかな。トビオくんは3歳だからサンタさんを待っていますよね。トビオくんは3歳だからサンタさんを待っていますよね。トビオくんは3歳だからサンタさんを待っていますよね。トビオ is 3 years old, so he's waiting for Santa, right? トビオくんは3歳だからサンタさんを待っていますよね。そうなんです。毎日サンタさんに手紙を書いていますよ。そうなんです。毎日サンタさんに手紙を書いていますよ。そうなんです。毎日サンタさんに手紙を書いていますよ。That's right. He writes a letter to Santa Claus every day. そうなんです。毎日サンタさんに手紙を書いていますよ。字を書くことができないので、絵を描いています。字を書くことができないので、絵を描いています。字を書くことができないので、絵を描いています。He cannot write, so he draws.字を書くことができないので、絵を描いています。
お父さんサンタはプレゼントを早く買いに行かなくてはなりませんね。お父さんサンタはプレゼントを早く買いに行かなくてはなりませんね。お父さんサンタはプレゼントを早く買いに行かなくてはなりませんね。Father Santa has to go shopping for gifts early. お父さんサンタはプレゼントを早く買いに行かなくてはなりませんね。でも毎日欲しいプレゼントが変わるので困っています。はい。でも毎日欲しいプレゼントが変わるので困っています。はい。でも毎日欲しいプレゼントが変わるので困っています。Yes, but I'm having trouble because the gift he wants changed every day. はい。でも毎日欲しいプレゼントが変わるので困っています。石川さんはケーキをどこで買いますか？石川さんはケーキをどこで買いますか？石川さんはケーキをどこで買いますか？ Where do you buy your cakes? 石川さんはケーキをどこで買いますか？私は毎年駅前のケーキ屋で買います。私は毎年駅前のケーキ屋で買います。私は毎年駅前のケーキ屋で買います。I buy mine every year at the cake shop in front of the station. 私は毎年駅前のケーキ屋で買います。チョコレートケーキにイチゴが乗っているのがとても美味しいですよ。チョコレートケーキにイチゴが乗っているのがとても美味しいですよ。チョコレートケーキにイチゴが乗っているのがとても美味しいですよ。チョコレートケーキ with strawberries on top is very delicious. チョコレートケーキにイチゴが乗っているのがとても美味しいですよ。それはいいですね。僕の奥さんもチョコケーキが好きなんです。それはいいですね。僕の奥さんもチョコケーキが好きなんです。それはいいですね。僕の奥さんもチョコケーキが好きなんです。That's good. My wife likes chocolate cake too. それはいいですね。僕の奥さんもチョコケーキが好きなんです。そのケーキはクリスマスの前に頼まなければなりませんよ。そのケーキはクリスマスの前に頼まなければなりませんよ。そのケーキはクリスマスの前に頼まなければなりませんよ。You have to order that cake before Christmas. そのケーキはクリスマスの前に頼まなければなりませんよ。
そうですか。うん、今日お昼休みに行ってきます。そうですか。今日お昼休みに行ってきます。そうですか。今日お昼休みに行ってきます。 Okay, I'll be there today during my lunch break. そうですか。今日お昼休みに行ってきます。いいクリスマスになるように今日も頑張って働きましょう。いいクリスマスになるように今日も頑張って働きましょう。いいクリスマスになるように今日も頑張って働きましょう。Let's work hard today to have a good Christmas. いいクリスマスになるように今日も頑張って働きましょう。マイケルさん、おはようございます。エレベーターが来ませんね。おはようございます、石川さん。階段で行きましょうか。私はエレベーターを待ちます。先に行ってください。そうですか。あ、エレベーターが来ましたね。乗りましょう。今日は寒いですね。もう手が冷たくて。マイケルさんはその上着で寒くないですか？全然寒くないですよ。コートはまだいらないです。すごいですね。私は一番厚いコートを着ています。マイケルさんのお子さんは今何歳ですか？トビオは先月3歳になりました。トビオくんって言うんですね。日本の名前ですか？そうです。僕の大好きなアニメに出てくる名前なんです。私そのアニメ知ってますよ。いい名前ですね。もうすぐクリスマスですけど、プレゼントは買いましたか？まだ買っていません。週末にデパートへ買いに行きます。12月のデパートは人が多くて大変だと思いますよ。石川さんは何歳までサンタクロースがいると思っていましたか？サンタさんですか？そうですね。10歳までだったかな。トビオくんは3歳だからサンタさんを待っていますよね。そうなんです。毎日サンタさんに手紙を書いていますよ。字を書くことができないので、絵を描いています。お父さんサンタは、プレゼントを早く買いに行かなくてはなりませんね。はい。でも毎日欲しいプレゼントが変わるので困っています。石川さんはケーキをどこで買いますか？私は毎年、駅前のケーキ屋で買います。チョコレートケーキにイチゴが乗っているのがとても美味しいですよ。それはいいですね。僕の奥さんもチョコケーキが好きなんです。そのケーキはクリスマスの前に頼まなければなりませんよ。そうですか。今日お昼休みに行ってきます。いいクリスマスになるように今日も頑張って働きましょう。今日のレッスンはここまでです。チャンネルページに N5 のクイズを毎日出しています。見に来てね。みんな風邪をひかないで元気で日本語の勉強頑張ってください。それではまた。